では続いて源の実朝の生涯を追っていきます。源の実朝の墓まで1キロほど歩きます。1203年、二代目将軍源頼家が北条氏に追放されました。これによって実朝が三代目将軍に就任します。この時の実朝12歳です。しかも頼家の殺され方を見てますから、政治に口出しして御家人たちに睨まれるのが怖いですよね。だから政治には関わらないんです。それで和歌の世界に行くんですね。もうめちゃくちゃ勉強して、めちゃくちゃ和歌を作って、最終的には100人一首に自分の作品が選ばれるっていうね、まさかの方向で功績を残すんですね。政治の世界に自分の居場所がなくて、それでさまよってついにたどり着いたのが百人一首だったんですね。ある日、実朝は中国に行こうとします。いや、こんなことありえないんですよ。将軍自ら外国に行くなんてね。で、その経緯もすごいですよ。この時奈良の大仏をリフォームしてたんですけど、それに関わってた中国人の技術者が鎌倉に挨拶に来るんですね。その中国人が実朝を一目見て、あなたはって言って涙を流すんです。実朝さん、あなたの前世は中国の偉い長老です。それで僕はその長老の弟子だったんですって言うんです。で、実朝ははぁって思うんですけど、あれ待って、そういえば前に夢で同じこと言われたな、あれは正夢だったんだ、俺は中国の長老なんだって完全に信じちゃうんです。それで、よし、俺は中国に行く、君は船を作ってくれって中国人に言うんですね。もうあまりに突然なんで御家人たちもびっくりしちゃって、いいえ、実朝さん、わけわかんないですよって慌てて止めるんです。でも実朝は、うるさい、どうせ俺がいなくても変わんねえだろうとか言って、ああまあって御家人たちは黙っちゃうんですね。そしてついに船が完成します。砂浜の上に立派な船がそびえ立っています。そして、よし、出航だ、みんなで船を押すんですが、船がびくともしません。あれ、おかしいな。こうして実朝の中国行きは失敗に終わります。実朝は肩身の狭い鎌倉幕府に帰っていきます。その後の実朝は高い位を朝廷に要求しまくるようになります。この時には北条氏が次の将軍を公家から迎える準備をしていました。だから源氏の将軍は自分で最古だってことに気づいてたんですね。だから最後ぐらいは偉くなって終わりたいって思ってたみたいです。なんか切ないですね。で、朝廷も実朝の要求を受け入れて、どんどん位を上げていきます。これね、優しさとかじゃないですよ、策略なんです。官打ちって言って、高すぎる位を与えることでプレッシャーを大きくしたり、あと周りの不満を煽ったりするっていう、そういう作戦なんです。そして1219年、実朝が右大臣っていうすごい位をもらったんで、そのパーティーを鶴岡八幡宮でやっていました。その帰り際、大井町の陰から男が走ってきます。親の敵じゃーいって叫んだその男が実朝を斬ります。源実朝28歳で暗殺されるんです。この暗殺した公暁っていう男は二代将軍頼家の子供なんです。頼家お父さんと、あと後継者候補だったお兄ちゃんが殺されて、その結果将軍になったのが実朝だったわけです。だから実朝が憎かったんですね。それで親の敵って叫んでたわけですね。ただこの暗殺事件は公暁をそそのかした黒幕がいるんじゃないかって言われています。そしてその黒幕の正体はいろんな説があってよく分かっていません。実朝暗殺の真相は未だ謎に包まれています。